聖剣伝説3トライアルズオブマナ。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナの体験版をやったデビューみたいな感じでね、今回はお話ししていこうと思います。まあ、体験版をねそのまま、最初からやるっていうよりは、まあ、これ製品版やりますので、まあ、ぜひそちらをお楽しみということで、まあ、今回感想みたいなところを述べていこうと思います。まあ、結果から言いますとこれはかなり期待できますね。体験版でかなり面白かったんでこれはもう買いの一品だと思います。まあ、あとはねちょっと中身を見てどういうところが良かったのかっていうのを説明していこうと思います。でまずは主人公選びですね、6人キャラクターがおりまして、ここからまず主人公を選んでいくと、でまずまあデュランにして、であと仲間2人を選ぶというのは変わってません。まあ当たり前だけどね。アンジェラ入れて、あとシャルロット入れて、今回はこの編成でやっていってます。まあなんでかっていうと攻撃キャラクターと、魔法キャラクターと一応回復キャラクター、まあ、全員ね、そういった特性を試したいなと思ってこれでやってます。でもうすでにね体験版最後の方まで来まして、仲間はね一応3人仲間になるところまでできます。でまず、まあ、聖剣伝説3といえばアクション RPG になりますので、戦闘面ですね。戦闘面はねマジでこれいい、スムーズ、めっちゃスムーズ。弱攻撃で、まあ、攻撃がかなりサクサク出せるのと、強攻撃っていうのもできてて、まあ、弱攻撃からの強攻撃派生みたいなのもねあって、で戦闘がねほんとスムーズなのはいいですね。前回のね聖剣2、これのね戦闘がめちゃくちゃレスポンス悪かったので、アクション RPG でね、戦闘のレスポンスが悪いって相当ストレスがたまるんで、まあ、ここは改善されているのはかなりいいですね。で、あとはシステム面ですね。育成というのが追加されてます。まあ、レベル上がるごとになんか育成ポイントっていうのが手に入って、まあ、力、守り、知性、精神、運で、ポイントを振っていって、まあ、アビリティみたいなのを、ね、手に入れることができます。なのでデュランは力で反撃で、次がアーマーブレイク、力プラス5といったところになります。これキャラクターごとに違うんで、でね多分ここで魔法を覚えていくんだよね。ダイヤミサイルとか今解禁されてませんけれども、精霊の力を手に入れると、アンジェラは魔法が使えるようになります。でシャルロットは、ちょっと待ってね、シャルロットは回復魔法のヒールライト、これを精神ポイントで覚えるます。でヒールライトもさらになんかヒールスペシャルプラスかな、ヒットポイント回復すると SP を 5% 増加とか、まあ、こういったアビリティもあるんでね、そこら辺の育成も楽しめると思います。であとリングアビリティか、リングアビリティじゃなくてリングコマンドは、まあ、十字キーの上で出して、まあ、アイテムを選んで使っていくと。でショートカット登録とかもね、できますので、まあ、ここら辺もストレスなく、戦闘しながらアイテムとか魔法を使っていけると思います。まあそんなところで、まああとは実際に戦闘シーンですね、ボス戦をやりながら見ていきたいと思います。でこの最初のボスを倒してちょっと進んだあたりで体験版は終わりかな。強そうなのが出てきたが、こいつが光の精霊じゃないよ。やっぱりね、聖剣3めちゃくちゃ音楽いいんで、オリジナル版、だからどっちがオリジナル版っていうのか分かんないけど、スーファミ版とプレステ4版、まあ、プレステ4に限らないけどスイッチとかも出てるんで、まあ、その選べるのがいいっすね、音楽。あと一応ロック音ができて、技もここからショートカットボタンから使うと。戦闘特に中断することなく、そんなにね必殺技とか打てるんで、これはいいですね。ここら辺がめっちゃサクサク攻撃できるのがいいですね。まあ、言っちゃえばあんまり考えなしてもなんとかなるときは多分なんとかなる。難易度もベリーイージーからハードまで選べるんで、
さすがに疲れてきた。多分慣れてる人はね、今ノーマルでやってますけど、ハードでやってもいいと思いますね。まあこんな感じで割と簡単に撃破はできる。で、あと、これはちょっと好みになると思うんですけど、カメラワークっていうのかな、オプション開いてゲーム設定で、ジムはカメラ距離を遠いにしてるんですよ。確か最初なんか普通かな、もちろん普通だと思うんですけど、これだとね、なんかちょっと見づらかったんですよね。要は近すぎて、なんていうの、画面全体が見渡せないんで、ちょっと戦闘がやりづらいかなと思ったんで、まあ、一番、引きの画面にしてます。まあ、これの方が周りを見渡しやすいんで、まあ、結構ね、あの選べるのは、普通からやや遠いとかね、遠いとかも選べるんで、まあ、ここはお好みでというところですけれども、自分はやっぱ遠い方が、その戦況を見渡しやすいし動かしやすいかなと思って、遠いにしてます。まあ、簡単にはなりましたけれども、まあ、こんな感じですね。聖剣伝説3、かなりおすすめです。もうめちゃくちゃ期待できるんで、これは買いの一品だと思います。まあ、またね、あの発売したら、多分最初はデュランで主人公やっていくと思いますので、まあ、その際はぜひね、聖剣伝説3の方を見に来ていただければと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。